ああどうもこんばんばは、えー、今日見てましたかね、皆さん。えー、ベイスターズファンとしては、えー、今シーズン最も、えー、今のところ、えー、きつい逆転負けだったんじゃないでしょうか9対4から逆転されるかねっていう感じですよねいやー9対4ですよ。まあ今永選手がね、まあ 5回を失点ですかでそこから、えー、三島選手かなが、まあ、1回とりあえず抑えてくれて、えー、勢い止めてもらいましたよねでウェンデルケンで,で、まあ、5点差で8回ですからね、まあ、エスコバーはまあここでしょうっていう感じだったんですが、まあ、早速ホームランを打たれてしまい、えーまあ、ランナー貯めて。 ででそこで、えー、伊勢投手かうんなんかやっぱり伊江投手が良かったと思うんですけどもねまあそこでとりあえず4点取られて9対8で9回裏えー、まあでも9回裏はねまあもう安崎選手しかいないですからねまあでも安崎選手この間も点あのー、や,やられたばっかでな,なんかねちょっと嫌な感じしてたんですけどね えー、まんまとさよなら、えー、ツーラン打たれてしまったということで10対9で、えー、負けたとあちょっとねこう今日はちょっとね、えーまあ、しょんぼりしてますあまあね今シーズンはね、まあ、d n a ファンはねなんかあのー 負けることにあんまり慣れてないのかもしれないですけれどもまあ今日はちょっとがっかりしましたね、はい、まああれですかねエスコバー選手も一回、まあ、ちょっとファームに行って再調整した方がいいのかもしれないですよね、えー、ちょっとあの告知気味にファームで使ってみれば。 調子も上がってくるのかもしれないし、まあ、何か癖みたいなものがあるのかもしれないしよくわからないですけれども、えー、まあとりあえずね、えー、と今の状態だとなかなか使いづらい部分もあると思うんでねって感じですかねまあまあ3連戦まあ頭負けましたけれども明日と明後日で勝てばとりあえずそれでいい話なんで。 えー、というよりかは、今日も宮崎選手、えー、休んでましたけど、えー、っとどうなのかな、けが、やっぱり怪我してるんですかね、どっか、あのー、休養というよりかは、えーまあ、ちょっとその辺がよくわからないですけれどもね、あのーまあ、とりあえず明日あ確か浜口投手かな、浜口東になるのかな、まあ、浜口投手もね、えーっと、ここら辺でそろそろ結果出さないと。 1>, まあ1回ファームで調整したんでしたっけ、えーまあ、とりあえずね、あのー、ここで頑張らないとね、なかなかあのチャンスが減っていく可能性もありますんでね、えーまあ、そういうところで、明日は濱口選手がきっと頑張ってくれるでしょうと、でその次、東選手は、えーまあ、いつも通り頑張ってくれるでしょうということで、なんとか、あのー、まあ、特にヤクルトに。 えー、ここは勝ち越しておきたいですよね、えー、確か去年ヤクルトと広島にめちゃめちゃやられてたんでしたっけ、えー、なんでね、まあ、ヤクルトに勝ちたいというのがあ,ありますので、まあ、なんとかね明日ねあと,あと今日はあれですねファームでオースティン選手が出てるみたいですねなんか4月末ぐらいに1回出てその後なんかしばらく出てなかったんで。 な,なんかま、ね、またちょっと大丈夫なのかなとか思ってたら、まあ、今日出てたんで、えー、まだ何打数何、何安打とか見てないですけども、えーまあ、そちらの方は一安心というところでしょうかね。えーまあ、とりあえず、えー、とこのヤクルト戦が終わったら、またあ次、バウアーが見れるのかな。あまあまあ、まだまだ、えーまあ、とりあえず明日買ってほしい最低一つは絶対まず買っておいてほしいですね。えー、ちょっとねああんまりあの 急に自信なくなってきますけどまあベイスターズは今シーズンは強いはずなんで、えー、明日明後日お願いですから買ってほしいですでは今日はここまででさようなら